はいどうもこんちゃくれです、よろしくお願いします。さあということで今回は超久々の最強決定戦動画やっていきたいと思います。はいということで、もうもはやね、最後この最強決定戦を動画にしたのがいつかわからないレベルなんですけど、まあおそらくこの動画が出てる今日から最強決定戦が開幕していると思います。皆さんどのリーグで出てますでしょうか。まあ、今回はスピちゃん記念大会ということでですね、スピリッツ上限が各リーグごとに設けられてる大会になっていて、まあ、今まで僕はですね過去2年間トップリーグに毎年出てきたんですよ。でその結果ですね、2021年が34位で2022年が104位っていうね、結果でした。まあめちゃくちゃ微妙な結果ですね。うん、この2年間微妙な順位に終わってましたよというところで、じゃあ今年どうするかっていうところをね、まあちょっと考えたんですけれども、その結果こちらでございます。リリース初日からプレイしている超ベテランがルーキーリーグ参戦してみたです。いやー、まあちょっとねこれいろいろ考えて悩んだんですけど、まあツイッチの配信の方ではね、いろいろとまあすでに話しながら、まあオーダー組んだりとかっていうのをやったんですけども、まあなんとなく組んでみたらね、意外と面白いオーダーができたんですよ。ということで、まあちょっと今回は、そのオーダーを紹介しながら、まあ現状の戦力だったりとか、またちょっと最後称号チャレンジなんかもね、やりたいなというふうに思ってます。ということで早速本編いきましょう、どうぞ。はい、ということで、まあ今回ルーキーリーグ出てるわけなんですけど、実はこのルーキーリーグ、ルーキーリーグっていうのは名前だけで、実際はね、めちゃくちゃ超絶ベテランリーグなんですよ。まあぜひね、あの X やってる方は X でルーキーリーグって検索してみてほしいんですけど、めちゃくちゃ古参だらけです。はい、もう古参の人の投稿がたくさん出てきます。なんで本当にね、もうこれ多分名前変えた方がいいレベルなんですけど、まあなんでね、このルーキーリーグに古参が集まってるかっていうと、まあ普段はですね、もうコレクションにしかならないような、めちゃくちゃ古いスピリッツの低い選手っていうところが、このスピリッツ制限がね、かけられているリーグだからこそ活躍できるっていうね、まあそういった利点があるんで、まあ多くの方がここで、参加しているのかなと思ってます。まあ特に僕のオーダーで言っても、このブランコとかポンセとかブラックスあたりなんかはもう多分ね使うことないんですよ。まあもちろんね、新しいシリーズとか出たら継承してとかあるかもしれないけど、まあ多分使うことないなと。でまあこの動画のね撮影時点ではまだ実はこれ最終オーダーではないんですけれども、まあ一旦構想時点でのオーダーというか、でもまあなかなか面白い、まあここでしか組めないような、まあ夢の打線がね、まあとにかく組めているんじゃないかなと思います。でまあ語れるポイントはね本当にたくさんあるんですけど、ちょっと尺が長くなりすぎると思うんで、ちょっと厳選して、紹介していこうかなと思います。まずはやっぱりキーポイント、こちら一番に置いてる石井拓郎さんですね。はい、この石井拓郎さんね、まあリアタイの中でもずっとこう継承をあえてしないみたいな話したと思うんですけど、もう二度とねできないミート走力同値ができるこの石井拓郎さんなんですよね。この TS の次からね、もう走力が謎にちょっと上がっちゃってミート走力同値できないっていうところで、まあ残念な感じにはなっちゃったんですけど、まあこれを、まあ、僕は3410のままね、まあスピ解放しようと悩んだ時もあったんですけど、まあそのまま置いてたんで、まあ逆にここで生きたという感じですね。で、まあ、打順でね、一番に置くのはちょっとパワーの数値を考えたら、まあ不安ではあるんですけど、まあでもこの打線の一番バッターって、もうやっぱ石井拓郎さんしかいないなっていう。まあもちろんね、多分そのリーグの根本的な考え方的には多分ミートパワーの合計値が高い順に並べた方が強いとは思うんですけど、まあちょっととりあえず1番で使って成績を見ながらね、考えていこうかなと思ってます。まああとはここかな、ロペスですね。はい、ロペス選手はまあ継承せずに、二体持ちをね、してました。ダルセレのものももちろん極まってるんですけど、まあそこにこれを継承せずに二体持ちしてたっていうところが、まあ生きてきたかなっていう感じですね。いや、このさ、写真の背姿マジでかっこよくない？ベイスターズの野手の通常の写真だったら多分ダントツでナンバーワンっすね。という感じで、まあ野手は組んでいるんですが、野手はですね、走力型コンボを出そうか迷ったんですが、まあそこを諦めてステータスで、勝負しています。まあ、パワー型が多分今9人で、ミート型が8人かなっていう感じのオーダーで、超重量打線、超安打製造機ですね。まあいろいろ組み方的にはね、まだバリエーションがあって、スパークの松尾選手入れたりとかっていう選択肢も一応ありますね。コンボだけ考えたら、まあビアップではあるんだけど、まあこの辺り入れたりとかねっていう選択肢も一応あります。はい、続いて投手陣。投手陣はこんな感じの布陣になっています。で、これパッと見てね、え、これどういうことって思ってる方もいるかもしれませんが、この投手の組み方がですね、このルーキーリーグでは非常に特殊な形になっております。まあもう見てね、すぐ違和感に気づいた方はいると思うんですけれども、そうなんです。このあたり、スピリッツを抑えるために、あえて不適正で、起用する作戦をとっています。
でこれはね、普段リーグの考え方とか、まあ、リアタイを主にやってる人とかだと不適正ってもう絶対ありえないと思うんですけど、実はこのポジション不適正でも大して成績に影響が出ないらしいんですよ。まあ、今回僕もこれやるの初めてなんで、まあ、どんぐらい影響出るのかっていうのをやってみないと分かんないなと思ってるんですけど、まあ、過去のこのルーキーリーグの経験者の方とかの話だと、まあ、ここは影響が出ないらしいんですよね。というところで、まあ、今回はセットアッパーバウアーが爆誕してるわけですけれども、まあ、とはいえね、でもやっぱりなんか不適正だらけだとちょっと気持ち悪いなみたいなのもあるんで、まあ、なるべく不適正は少なくしてというところで、まあ、こういう布陣に、しております。まあ、当時それぞれね懐かしい名前もたくさんあるんですが、まあ個人的にはでもやっぱこのウィーランドかな。全同値が決まってたウィーランド、まあでももう二度と使うことないだろうなと思ってたんで、まあここ使えるのは結構嬉しいなと思います。で投手陣に関してはですね、球威型が8人で、制球型も8人かなで、制球 A が8人っていうコンボが、現状出てるんですが、この後ちょっとやる称号で全てがハマればですね、スタミナ型8人も出るんですよ。現状だと、まあ、ステータスがこんな感じになってるんですが、まあ、うまく調整すればそんな感じになるよと。で、現状の、最大コンボ、ステチャートはこんな感じになってます。まあ、チームスピリッツはまだ細かい調整してないですが、83,974、最大コンボ上昇量が11,226。で、しっかり、特訓もマックスで、合計特殊能力もマックスと。でチャートはこんな感じですね。まあ即席のオーダーにしてはね、まあまずまずなんじゃないかなっていう。このオーダー考え出したの土曜日ですからね、の開幕の2日前に考え出したオーダーだったんで、まあ、すんごい即席感は否めないんですけど、まあまあなオーダーではあるかなと思います。ってことで、まあ、今回ちょっとこのね選手たちをより強くするためにも称号チャレンジやっていきたいと思います。さあということでやっていきたいと思うんですが、とりあえずこの動画では3人の称号をやります。まず1人がこちら、はい、東選手ですね。ここは星さんの鉄腕狙いですね。今現状精密機械がついてるんですけど、星さんの鉄腕をつけられると制球とスタミナ同値になりますね。はい、なんでやっていきましょう。極意書もね、前回の動画何だったっけな、なんかの動画でめっちゃ極意書なくなってたと思うんですけど、だいぶ集めてきました。じゃあ行きましょう。でちなみに3人やるとは言ったものの、この東選手が決まらなかったら全て意味がないので、もしかしたら3人やらずに終わる可能性もある。うわー、うなるか。まあまあまあ、でも星さんないっすよ。オッケーオッケー。もう精密機械、うなる剛腕の時はもう鉄腕でしょ。頼みます。いやあのね、嫌な予感がしてるのが、極意書集めしてた時にめっちゃ鉄腕来たんだよな。頼む、2回目お願いします。さあこの東さんが決まらないとマジで話にならない。さあ2回目、星さん不屈の闘志。もう星さんまあまあいいんだけど来てるのは。あーでも一旦こっちにしとくか、スタミナ A。 はい、まああえてね。でもこれに変えた途端に精密機械が来そうな雰囲気あるんだよな。さあ行きます。まあでも星さんの確率はかなりいきます。まあ一応まだ A なんかあるっちゃあるんですけどね、育成しないといけないの大変なんで。ここ星さん勝利の使者。いやいや、いらないんだよ今それは。トップリーグだったらね、大喜びなんですけどね、これね。まあ死者でもいいっちゃいいけど、でもこれ多分オーバーになっちゃうんだね。まあオーバーしても、このルーキーリーグって勝手に補正してくれるらしいんですけど、まあなんかちょっと気持ち悪いかなってことで。とりあえず、まあ不屈の闘志に戻して、頼む！もうあと鉄腕ぐらいでしょ？多分来てないの。本格派後半も来てないか。星さん！はい！なんで？いらないって死者は。やっぱ求めてない時に来るんよね、死者って結局ね。でもすごい、ね、ずっと 55% を引き続けてるっていうのはすごいけど、なんか最後の最後外しそうな気がするわ。これこれが決まらないともう全てこの後の話全部なくなります。さあ鉄腕欲しい。あー4来ちゃった、魂の投球。まあね、東選手の A なんかはまだまだ腐るほどありまして、まあこの時のねものがまだいっぱいあるんですけれども、まあちょっとストック経験値いくか。じゃあ頼む。何回目？ 6 回目。鉄腕チャレンジ。動画界でも結構やってるんよ。さあ頼む。星さん。本格派。なんでマジで来ないんだ、鉄腕。あと多分来てないの、技巧派と鉄腕だけっすね、これ。今のところ。はい、もう一枚作ってきました。もうちょっとこれで決まらんかったら、もうあと生配信だね。うん、本当はこの後今永さんとバウアーの称号をやる予定だったんですけど、ちょっとこれ決まらないことにはちょっといろいろ死者ついてる問題とかスピリッツの兼ね合いがまた変わってきちゃうんで、ちょっと順番を入れ替えれないんで、もう一旦これで決まらんかったら終わります。求めるは鉄腕東克樹のみ。お願い星さん。まず星さん、はい、星3。